をつかむさ。俺はクレーンゲーマー2。俺たちの戦いは下駄を履くまでわからない。俺、大空つかみ。気象予報士くん、どうしたんだ？怖い顔して。ダメんだ、最近スランプで天気が予想できねえんだ。決めらんねえんだ。なんか簡単に天気を予想するアイテムさえあればな。日本では古来より下駄を投げることで天気を予想していたらしいぞ。下駄？下駄は一体どこに？あ、下駄？下駄ならすでにクレーンゲームの中だ。下駄を。雨なのか晴れなのか、雨雨晴れ晴れ晴れ雨雨、なんなんだよ。クレーンゲーマーつかみがなかなかブームにならないし、俺たちの役目もそろそろかもしれんな。さあ、つかめるものならつかんでみろ。確かに2になってから全然つかめてないけど、でも大事なのは結果じゃなくて過程だろ。人生もクレーンゲームも大人ならわかるだろ。このまま正解なくてそろそろ終わっちゃうかも。